皆さんごきげんよう。一つ柳リリ役の赤尾ひかるです。この番組ではアニメ放送後に毎回ゲストを呼んでお気に入りのシーンについて語ってもらいます。さらにアニメのセリフを今話題の ASMR でお届けします。それでは今回のゲストをご紹介しましょう。皆さん命感じちゃうこの方です。皆さんごきげんよう。多分命を感じているであろうワンユージア役の玉野ひかるです。よろしくお願いします。実写 CM の時もさ、命感じられて待って、あれは本当に言いたいんだけど、それね、あの仙人役の星森にも言われたの、あなた命感じる準備できてますかって言ってたよねって言われたの、だって台本にさ書いてあったの等の命感じる準備できてますかって書いてあったから、ちゃんとその通りに読んだの。私はちゃんと仕事しましたと、仕方なく言わされたんですと違う、おひもりが本当に等のがそう言ったって思ってたっぽくて、確かに見た人は、あ、なるほどね、俺らにもちゃんと命をそういうこと。まあでも命感じる準備できてるよってみんな言ってくれたからよかったって思ってたよ、優しかった視聴者の皆さんもぜひツイッターでも盛り上げてくださったら嬉しいです、番組ハッシュタグはピリリッとおさらいです。こちらのハッシュタグをつけてぜひつぶやいてくださいね。お願いします。お願いします。それでは始めていきたいと思います。赤尾ひかるのピリリッとおさらい。ピリリッとおさらい。このコーナーでは、テレビアニメアサルトリリーブーケのストーリーをゲスト、今日はトノピと一緒におさらいしていきますよ。はい、まずはキャラクターのおさらいということで、トノピ演じるユージアさんはどんな子ですか？ユージアさんはね、あのワンユージアっていうんだけどねあの三人姉妹の真ん中の子で、アイスランド出身の女の子なんですが、とてもね実力のあるリリーたちなんですよ、三姉妹とも。その真ん中っ子だからちょっとね、あの自信ないなみたいな、私はあんまりできないなみたいな気持ちがあるんだけど、一つ柳隊と出会ってね、どう成長していくのか、仙人との関係でも気になるなみたいな、みんな大好きな命感じれそうな女の子でございます。はい、簡潔にありがとうございますまた伝わったよ。本当？うん、命感じちゃうんだよねそこしか聞いてなかったでしょ、もはや。そんなことない、そんなことない。アイスランド、アイスランドアイスランド、そうそう、アイスランド、ちょっと忘れがちだけどね、アイスランド。そうなんだよね、なんかさ、一つ屋の北、いろんな国いるよね。いや、そう、みんなさ、お前様もベトナムだったりさね、先生も台北市出身だったりとか、いろんなところから詰まってきてるけど ね、リリタン、リリは山梨リタは山梨、リリタ山梨です。渋い、ザ日本山梨山梨でございます。今回はタナピと一緒に第4話を振り返っていきたいと思います。はい、第4話は寮が同室となった仙人とユージアの出会いのシーンから始まりますが、タナピは4話で印象に残ってるシーンはありますか？いっぱいあるよ、もう、いっぱいある、だってお二人のさ、回といっても過言ではないじゃん。そうね、やっぱエンディングの命感じねえねえ、ぶっ飛ばしすぎだって、それさ、だってさ、もう2話ぐらいから見てるシーンだからね、それじゃなくて、じゃなくて今日の本編だと、どうしようかな、ありすぎるんだよね。どうしようかな、台本もあるからさ、見ながらでも、なんかその戦って、なんか出会いのシーンも、シェンシェンとの寮での出会いのシーンももちろん、なんかあれがなんか本当にユージアとしてちょこちょこその3話まででもちょっと喋ってたんだけど、これがユージアですって感じで、こう初めましてのなんか印象的な、ユージアとしての印象的なシーンだったと思うから、そこも残ってるし、先生のここを打ちなさいのシーンもだし、でも今日はピリリッとおさらいにいますのでやはり、あのリリちゃんにありがとうシーンが私はとても好きですぞ。わかる、なんかさ、舞台のさ、あのさ、2人の関係とかもあったからさ、あ、アニメでこんな感じで見られるんだみたいなさ、なんかちょっと好きだったなんかちょっと好きだったなんかちょっとエモいなみたいな、なんか
こういうシーン入ってて嬉しいなって思った。そうだね、うん、舞台から見てくれてる人はさ、うん、また違う見方があったかもしれないね、うん、見てこれ台本かわいいの、ね、ユージェとシンジ2人なんだけどさ、かわいい、いいよね、これ金木星っていうタイトルも ね良いですよね、良いですよね、いいな、いいな、うんうんうん、あピはね、あの、うん、あれ、千人ユージェのさ、背中合わせのお風呂のシーンめっちゃ好きで、ね、なんかさ、うん、普通にアニメ見ててあそこのシーンエモいなっても感じるんだけどさ、うん、その舞台見てくださってる人は、うん、あの背中を預けられる仲間に出会ったみたいなさ、千人が言うシーンがあるのよ、ユージェさんに、うん、そこが、あ、アニメでここかもみたいに思えて、うん、すごいね、なんかシンクロしてね、好き、いいよねー、なんかさ、お風呂ってさ、うん、なんかちょくちょく大事なシーンをやる場所になってるよね。あんなさ、脱いで言うときなんだ。そうなの。でもなんかマジで裸の付き合い、文字通り裸の付き合いというか、うん、みんなが本当にちゃんと向き合ってる、うん、なんか真面目なシーンもね、お風呂であったりしていいよね、うん、いいよねー、あー、そこは素敵だよ、ことで、うん、まだまだ話は尽きないんですが、うん、続いてのコーナーに行きましょう、はい、リリーのアジールささやき ASMR、 イエーイ、はい、 ASMR とは、うん、簡単に言うと人が聴覚や視覚の刺激によって心地よく感じる感覚のことは言えます。トノペはさ、うん、ASMR の映像とか見たことある？ある、あるある、ある、お腹空いた時に、うん、ご飯のやつすごい見ちゃった。代わりに食べてくれるやつね、咀嚼音とか、そうもあるし、うん、あのなんていうの、スライムとかのパキパキする中、うん、弾けそうな音が好きだったりする、わかる、うん、あれが好きでよく見る、スライムにさスパンコール入れてるやつ、わかる、バリバリするやつ、バリバリするやつ、あとでおすすめのチャンネル教える、よし、ありがとう、一緒かな、今日聞きながら寝る、そうしようじゃ、そうしよう、あ、でもね、ちゃんとこれの、うん、見たんだよ、何？伊沢さんとやってるの見ましたよ、ちゃんと、ありがとうございます、なんかすごい、なんかすごい、めっちゃ笑っちゃう。なんかさ、このコーナーやるといつも赤面するの、うん、4回目の赤面だよ今日。もう可愛くってさ、すごい笑ってたんだけどさ、あの見終わった後に、あ、これ自分もやるんだってなって、ってなりました、待ってましたよ。いや、そう、ひとちゃんのギターのみんなのも聞いてみたいよねとかいう話してて、いったな、この野郎と思ってやんなきゃじゃねえかってなってた、超待ってたし、皆さんも待ってたんだよね、今日あのほら募集もしてたから、そうだね、思ったより順番回ってくるの早かったんだよ、ここへの準備がさ。でも4番の振り返りと言ったら来てくれないと、そうだね、うん、そうだね、頑張るよ、先生のも背負ってね、4話を代表してきてますから、うん、頑張るわ、あ、うん、ということで、うん、このコーナーでは、うん、ASMR でアサルトリリーのセリフを皆さんにお届けしようと思うのですが、うん、まずは ASMR とはどんなものなのか少しお見せします。はい、ではじゃあトノペにつけてもらおうかな、うん、これ、うん、イヤホンやってくれんの、おい、うわちゃん、自分でやるのは初めて、こんなリアルタイムで聞くのは。すごいよね。つけますね。はい。はいな。あ、すっごい、自分の声も結構聞こえる。ああ。ゆうちやさん。お久しぶりです。お久しぶりリリーです。リリーなんだ。ピは、今は、いません。リッチでーす。わかったよ。わかったよ。リリなの。最初にもう言ってないです。わかったのよ。リリでーす。リリでーす。え、すごいね。なんか、立体感がやっぱりあると全然違うわ。でもこれやるとすごい恥ずかしいんだ。うん。あと何回恥ずかしい回が待ってんのか。頑張って、うん、ピリリとおさらい、とりあえずさ、12話あるからさ、うまっかっかやめた、うるさい、うるさい、リリですって言ってるだけなのにリリですで、そんな感じになる、うるさい、トムピ、うるさい、次はトムピの番なんだよ、なんかでも伝染する、なんか聞いてるこっちも恥ずかしくなっちゃう。え、なに、私の番なの、うん、え、なに、お試し、
うん、お試しやって、うん、その流れでお気に入りのセリフこっちちょっと一旦 お試しして、こういうことですよ、こういうことでしょ。そうそうそう、でかいでかいでかい、普通じゃない。ごめんよく拾うからね、よく拾うからね。あー、やめ。分かった。もうイヤホンで聞いたら、うん、左右になるの。そうなるの。そうなの。しかもあのタヌピが大きい声出すとみんなも死ぬから、みんなも死ぬから気をつけて。みんな道連れだよ。ちょっと急に笑わないでよ。もう。マカくんも。うまかったんじゃない？うまかったよ。うまかった。最初にしては快挙だよ。そうだよね。では早速タノピにお気に入りのセリフを言ってもらいたいと思います、うん、何でもいいよ。ワンちゃんユージアのセリフじゃなくなっちゃっても。あ、そうなの。うん、そうなの。え、本当に、うん、本当に、うん、あ、いいんだ。うん、え、それはまた変わってくるじゃん。よいしょ、うん、それではありがとう、リリ。リリがこの子を褒めてくれて、私、あなたのレギュラーに入りたいって思えたから。いけた？もう喋っていい？もう喋っていい？めっちゃ可愛いんだけどさ、あの、今までになかった変化球を着て、なんか可愛くて笑っちゃった。違った？なんだかな？前回のアラヤ様はマジでアラヤ様だった。本当？なんか妖艶さんみたいな。あ、そうなんだ。私まださ、うん、この時さ、まださ、アラヤさん上がってないからさ、聞けてないんだよね。うん、そうよね。そう。え、私はね、食っちまいますわ、ヨガね。聞きたすぎてね。すごかったよ。本当？うん。やっぱり、うん、ちょっと視聴者として上がるの。もう皆さんは見れるから、ちょっと1個前見て、3個前見て。え、見て。え、絶対いいじゃん。もだえた。なんかおね、なんかね、あの色っぽい、うん、艶っぽい声が好き、大好き。大好き、わかる。で、違うんだって。今日はユージア会なんだって。え、どうだった？どうだった？いいでしょ？可愛かったけど、なんかトノピも感じた。あれ？あれ？感じた。だからー。ユージアが、ユッケー、ユッケーってなって。お気に入りのセリフを披露するっていうだけだから、うん、決してあの、本編の方で、本域は見ていただいて。確かに本編が大事ですからね。そうです、うんうん、もう一回見てみてね、読みください。はい、じゃあ今度はリリがお気に入りのセリフを言ってみたいと思います。何言ってくれるのかな。楽しみだな。こちらも超期待してるんだな。やめろ。ハードル上げんのやめろ。ハードルは上げない。うるさい。ブーブー。なんだろうな。では、行きます。分かってはいるんですけど、今はこうしてお姉様のお顔を見ていられるのが幸せで幸せで、ほいほいほいあの、デロデロになっちゃってるところね。そうそう、溶けちゃったやつ。溶け溶けになっちゃったやつね。可愛いよね。可愛いよね。あ、こりゃええわ。こりゃさすが、ちょっと4回目のプロを感じたわ。いや、でもなんか、うん、ちょっと、もっと溶かしてみた、アニメより。はい。よかったよかった。そこまでできないから。ではね、ではね、うん、あのね、あの、リスナーさんから募集してる、うん、あのピリリッとお願いをね、うん、ユージアにユージア声でやっていただきたい。あ、そうなんだ。ユージアなんだね、うん、ユージアボイスね、うん、オッケー。じゃあさっきみたいなのダメってことね。ダメじゃないんです。あれも可愛かった。あれも可愛かったけど、多分あのみんながユージアがって言ってるから、ユージアさんの声でやってほしいんだと思うんだよね、うん、はいはい。なんでどう、みんなからの
あらーむにゃん。へえ、こういうのがいいのか。ほえー、何がいいと思う？あーなんか結構あれだね、なんかざっくりとしててさ、こう任されてるやつもあるんだね、うん、こちら側にシチュエーションだけみたいなお題もあるんだね。最初はその、うん、書いてくれたセリフを読むっていうのもありだと思うし、うん、そうしよう、うんうん、そうしよう、そうしよう。では、OK、じゃあ2個組み合わせていこう。あ、いいね、ありがとう。ありがとうね、それに俺も言う。あ、でもございません、とんでもございません、こういうお仕事だと聞いてますなので大丈夫です。こうね、そう、そう、恥ずかしめを受けるそうコーナー。あと私は何回受けるんだろうか。よし、たなぴ、友人さん、お願いします。ワンユーチアだ。うわ、今日もお仕事お疲れ様、よく頑張ったね。ゴンゴン置くな、ゴン置くな、みんなに一回置くよって言ってからゴンしてよ。照れないの。可愛かったよ、聞きたかったわ、ニュージアだわ、非公式だもん。でもマイ様だけなんだよね、なんかワンワンって呼んでくれるのがさ、うん、確かに。そうリリユージアちゃんだもんね。ユージアちゃんだね、ユージアちゃんね。え、うん、へえ、これ大変だ、これ大変だ、これちょっと、ちょっとリリちゃん、リリちゃん、へへへへ、これ大変だよ。はい、じゃあリリちゃんも選びますか。うん、あ、これでいこう。お、いいのあった、うん、よし、こいや、こいや。あの、うん、1月の舞台を再現っていうのがあって、ほう、ユージアとラムネを飲んでるリリ、お、プシュッとしいな。うん、1年ぶりだから、うん、セリフ間違えてたらごめんね。もう雰囲気、雰囲気大事、雰囲気、オッケー。えいやいやいやもね、そうそうそう、いや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 キュケーって、うん、オッケーってくるからって言ってくるから。お願いします。キュケー。おいしい。来てくる、話しかけてくる。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。あ、おいしそうに飲むのね。ラムネ好きなんだ。好きなんだって言った。違う違う違う、ラムネ好きなの。うん、ゆうじやさんも飲む。え、いいの、ありがとう。2本あるから。せーの、ポン。私だよ。私なんだ、私が、チャーム使える、使えるようになった。動かせた、あ、チャーム動かせた。うん、まだ全然できなくて、私才能ないのかな。なんだ、私才能ないのかな。ちょっと見てて、ちょっと見ててって言って、バン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 して、せ、すごい、私ユージアさんのことすごい尊敬してて。あ、違うな、尊敬なんて、そんな尊敬してます、尊敬してます。尊敬なんて、そんな。やばい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 、助けてください。何がしたかったの、ね、どこがやりたかったの。思ったより長くて困ったよ。どこが言いたかったとこなの、わかんないよ。とりあえず再現してみて、うん、いいところで終わらせようと思ったら、うん、ずっと掛け合いしてるから、あのさ、見せ場もさ、特になくさ。そうね、穏やかなシーンだからね。なんて言ったらいいじゃん、締めの言葉。締めの言葉、わかった。なんだ、わかったんかい。この猫ちゃんかわいい、どこで売ってるの。
これですよ。これですよ。赤尾さんになっちゃった。一瞬で赤尾さん帰ってきちゃった。終わりですよ。あ、終わりですか。え、そんな感じだったっけ。やばいね、これどこ使われてんだろうね。結構、結構言っていた。結構言っていただかないと、みんなが、ん？おや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 ってなる。大変なんだよ。これ覚えるの大変なんだ。しかもさ、そう、一個前じゃなくてさ、うん、一番最初の舞台だからさ、そうね、もう乗り、結構乗り換えられてるというかさ、うんうん、9月にね。ね。1月でよくこのシーンあったの。うん、あれ違う。9月か。月こっちが9月？こっちは1月だからね。そうか、1月か。もうダメだー。ダメだわ。よかったよかった。あ、やったやった。あの、ぜひ、舞台の映像で、うん、ご覧ください。ご覧ください。お願いします。はい、どうぞ。はい。というわけで、うん、次、あのね、ゆうじやに、私がシチュエーションね、選びたいの。こんなシチュエーションで、言ってって言いたいの。はい。はい。拒否権ないし。拒否権ないよ。拒否権ない。だって台本に書いてあるもん。ゆうじやもやるって。何がいいかな。ちょっと待って、みんなからの、うん、もう参考にしつつ、うん、赤尾ひかるさんがユージヤに言ってもらいたいセリフ。なるほどね。じゃあね、うん、リリーに、あ、リリーに相談をするユージヤで、ユージヤがリリに相談してるんだよね。オッケー。ほんで、シンリンのことでリリに相談してほしいの。うん。シンリンが最近、なんだろう、なんだと思う。ぶん投げ方。ぶん投げ方すごい。なんかさ、リクエストはさ、これだからさ、うん、完全にこれになっちゃうとさ、うん、ピのリクエストじゃなくなっちゃうけど。いや、私に聞いてもピのリクエストじゃなくなるからね。あ、そっか、あ、そっか、うん、あ、そっか、うん、なんだと思う。でも聞いたら、もう私よ、それは。ピじゃなくなるわよ。じゃあ、じゃあ、うんうんうん、こんな感じで、リリに相談して、うん、あの、もっと文章増やしてもいいし。減らしてもいいんじゃないの。もっと文章増やしてもいいよ。分かった。待ってるから。待ってるからね。くそー、雑なこの MC。くそー。なんて雑なんだこの MC。この世界ピが神だから、ピの言うこと聞かなきゃいけないから。恐ろしい世界だ。ピリリットが、ピリリットしてるよ。怖いよ。じゃあ、トノピに、リリに、相談をするユージアをやってもらいたいと思います。はい。ねえリリー、最近シェンリンがさ、週刊リリー新聞ずっと見て、なんか一人でブツ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 言ってるんだけど、私どうしたらいいかな。ちょっと心配なんだけど、シェンリンっぽい気もするよね。どうしたらいいかな。ねえ、ほんとにさ、面白いんだけど。ほんとにさ、あの、うん、今まで結構聞いて癒されてたのね。うん、で、あ、癒されてる、癒されてたの。癒されるコーナーだったの。癒されるコーナーだったんだけど。違ったかも。そしたら違うかも。最高に面白かった。ちょっと違う方向性に行ってしまいましたわ、私。いや、でも、うん、まあ、二人の関係だからこそ、うん。なんかやってそうじゃない。やってそう。そうね。次はこうして、こうして、こうして。なるほど、なるほど、みたいなさ。そうそう。あれよね、あのさ、ユージヤさんがさ、コスプレしてくれた回の、うん、やりましたわ、のさ、やつ。なるほどね。マイ様、次はユユ様も。いやいや、ユージヤさんの座は渡しませんわみたいなこと絶対言ってそう。言ってるよね、やっぱそうなるよね。言ってる。それをリリに相談するっていうね。とりあえず、やりましたわって返してみたらどうかな。共感するって大事だと思うよ。そうか、そうか、共感が大事か。やりましたわ。やったね。報われる。あーって光がなくなる。
京くんは分かりましたわ。教官、教官、表示の助、表示の助待って、はいはいはい、私もリクエストしていいんでしょ。リリちゃんに言ってほしいんだよね。何にしようかな。何にしようかな。じゃあ、なぜか、まあ事情を置いといて、ルームメイトのしずさん、もゆゆ様もいないの寮に。で一人で部屋で眠れなくて、先生とユージアのお部屋を訪ねてきてください。ああ、かしこまりました。癒しのコーナーも楽しいだぞ。これは楽しみに。ぜひぜひ。でも先生は爆睡してるかもしれないから頑張ってね。なるほどね。うん。待って全部。一緒に寝てくれない。なんだかちょっと寂しい。なんか暗いところで寝るのってちょっと怖いんだよね。そうだ、ユージアちゃんのところに行ってみようかな。あ、でもシンリンさんと二人の夜を邪魔しちゃ悪いかな。いつも二人で寝てるみたいだし。いや、でも、たまにはいいかな。よし、行ってみよう。ユージアちゃん、シェンリンさん、リリです。今日、ちょっぴし怖くて、一緒に寝てもらえませんか？え？二人って、ダブルベッドに寝てるんですか？え？キューは、私をその間に寝かせてくれるんですか？二人が隣にいたら安心して眠れます。そうだったんだ。新情報めっちゃ多かったよ。そうだったんだ。設定変えさせていただきました。勝手にオリジナルシナリオで、なんか二人は一緒に寝てるのかなと思っちゃって。そうかそうかそうか、仲良しのね。仲良しのね。すごい仲良し。だから川の字で寝れるんだよ、3人で。確かに一番短いところ。一番短いじゃん。そうだよね。長いとこ二人で挟むから。そう、一緒に寝てあげるよ。いいよ。よかった。すごい癒しのコーナーだった。ユユ様テスト勉強してんだって思った。そういえばユユ様ってさ、全部単位取ってるの。そう。でもテスト勉強してるんだって思って。なんすごい備えてるなって。さすがユユ様。さすがユユ様。そうですね。徹夜で頑張って。今の中までゆうさんも計画的じゃないの。ギリギリまで頑張って。あげても無理しないでください。ゆうさん頑張ってけなげなところがあるんですね。すごい良かったです。意外なところがちょっと新しい良さがたくさん見れてとっても素敵だったと思います。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。大満足です。ありがとうございました。以上、ささやき ASMR のコーナーでした。というわけで、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。なんとどうだった？やりきったよ、私は。拍手だよ、拍手喝采だよ。これはね、
次のゲストさんからも、うん、とっても楽しみにしていますじゃあピーちゃんのね、このからこっからまだ4話だから、こっからどこまでこれが上達するんですか確かに、うん、ピーの成長具合も見ていただきたい。そうだよ、うん、そうそうそう、まあまあ、でもバッチリバッチリ知らないけど、多分4話の魅力はおさらいできたでしょそうだね、そう、それが一番大事。そんなことしたっけ、そんなことした、シンリンとユージヤが一緒に寝てるってことで頭がいっぱいになっちゃった。ピリリッとグダグダみたいなダメだよね、どうしようね、全然おさらいして押し出した、したした。でもおさらいはあの各自あの帰ってしてもらおう。そうだね、みんな予習復習大事だから。そうそうそう、この番組はね、あの触りだけだから。いや、そうそう、この後ちゃんと見返してくれれば、うん、ちゃんとおさらいになりますから、うん、あの皆さん努力あってのおさらいというか努力あってのピリリットですので。そうです、そうです、そうそうそう、お任せしてます、信じてますわ、信じてますわということで、改めましてテレビアニメアサルトリリーブーケは Amazon プライムビデオにて見放題独占配信中です。はい、さらに2021年1月27日水曜日にはブルーレイディスク第1巻が発売されます。わいわい、いいいい、1巻には1話から3話が収録されていますので、うん、ブルーレイを買ってこの番組と一緒にお楽しみください。はい、そしてなんとですね、初回生産限定版え、なんだってなんとですね、うん、これ知ってんのよ、私さ、噛んでまたカットしてくれないんだよこの番組そうだよ、丸流しだから垂れ流し、垂れ流し一回噛んでんの見たのあなたのだからね見たからね、私さ、生産惜しかったのよ、惜しかった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 、いくよ、1個ずつ読む、はい、はい、そしてなんとですね、初回生産限定特典には2021年3月21日に行われるライブイベントの優先販売申し込み券がついてきちゃいます。ライブすんだね、ね、すごいね、ね、歌歌っちゃうってことでしょ、ね、しかもこうブルーレイのさ特典にはさ、はい、なんかみんなのさユニット曲とかがさ入っているわけじゃん、入っているわけですよ。でライブ歌ったってことはさ、え、うん、え、みたいな、うん、およ、うん、どうなんだ、でも私たちまだこんなこと言ってるけど何も知らない、そうなんだよねまだ何も知らないから、うか、でも楽曲は結構いっぱいあるしね。そうだよね、素敵な曲、舞台も合わせてアニメでもね、みんなの特定の曲でもたくさんあるから、ぜひ一緒に盛り上がりたいですね。それでは次回は第5話をピリリッとおさらい、バイバーイ。終われたブルーレイになって登場します。リリーの皆さんのあんな活躍やこんな活躍を何度でも見れちゃいます。ブルーレイは全4巻が毎月リリース、第1巻は2021年1月27日発売です。勇者に追いつこうとするリリーさんのけなげで一途な姿、こんな素晴らしい映像を毎月見られ